もしかして優勝できなかったら辞めるのかなぐらいの、なんか、こんなこと言っていいのかな、ソフトバンク OB としては、はい、甲斐選手が活躍したのは、やっぱり嬉しいものはありますよね。大木田中スアスリートチャンネル。さあ、ここからですね、終盤戦50試合切りましたけど、セリーグのこれからの展望をお二人伺っていこうと思いますが、まあ、セリーグがノブさん、まあ、阪神、巨人、ヤクルトが団子状態で、まあ、3チームが 2.5 ゲーム差以内、ヤクルトも貯金10なんです ね。ちょっとこう3チームずつちょっと大きく分かれてしまったなという感じはしますけどね。3位と4位の間が12ゲーム差、ね、ちょっとそこはかなりね、この1ヶ月で盛り返すというのはなかなかね、きついですかね。じゃあもう阪神、巨人、ヤクルトの節分どこかになるという予想です ね。そうですね、もうここはそうじゃないかなと思いますけどね。巨人も2ゲーム差、どうなりますかね。やっぱ気持ち悪いのはやっぱり巨人がピタッと2位につけているという、はい、ね、そうですよね。いや、去年もだから、うん、矢野監督がやっぱり巨人を倒して、うん、そしてソフトバンクを倒して日本一になりたいっていう、うん、話でね、はい、でも頑張ってますよ、うん、本当にまあ、ルーキーの ね、佐藤輝君、はい、球団新人ホームラン記録更新 ね、しましたし、まあ、節君は、まあ、それほどセリーグ見ること中継で解説することないと思いますけど、はい、阪神の強さ、投手力でどう見てますか。まあ、でもうまく、ね、こう補強できてるっていうのもありますし、うんうん、あと、まあ、やりくりはうまいのかなと思いますよね、投手陣のやりくり、うん、でやっぱりあとでも絶対優勝するときってそうやって新人選手こうポッと出てきますよね。活躍するときって結構優勝するパターンが多いかなとは見てるんで、はいはい、まあ、阪神じゃないかなっていう予測はしてるんですけどね。そのあたりはノブさんいかがですか。いや、僕もね、今年なかなか監督と本当は喋る機会なかったんで、矢野監督でも、はい、インタビューするちょっと仕事で1回だけ喋ったんだけど、はいはい、まあ、1年目からもう腹くくっても阪神の監督やりますみたいなことを言って、うん、でも今年はね、僕はもう今年3年目ですから、うん、でそこから多くは語らなかったんですよ。あ、そうですか。その自分のことについては、ね、はいはい、もう今年3年目ですからっていうところから、まあ、佐藤輝君の話だとかいろんなことはしてくれたんだけども、はいはい、あ、これだいぶこう、なんだろう、もしかして優勝できなかったら辞めるのかなぐらいの、なんか、そうですか、あ、こんなこと言っていいのかな、でもここで、はいはい、なんかそれぐらいの、ね、それぐらいの勢いで、うん、なんか意志の固さというかかけてるわけですよ、今年に。まあ、僕が勝手に感じたのは、はい、もう3年目ですからっていう一言がね、うんうんうん、非常に重く来てますからね。そう、だからもう阪神ファンも多分優勝しか許してくれないんじゃないのかなというそうですね、すごい辛いところにいると思います。だから今、まあ、貯金17ありますけども、ジャイアンツが2ゲーム差で追ってきています、うん、まあ、ジャイアンツもね、補強はものすごい今年もね、うん、積極的で中田翔選手も取り、はいはい、このジャイアンツがなかなか離れない理由は星野さん、どの辺にありますか。いや、まあ、これね、原監督のやりくりと言ってしまったらそれまでなんだけども、うん、はい、まあ、バッターはそこそこいると思うんだけど、うん、ピッチャーがね、そうなんですよね、だいぶ怪我にも出てね、うん、そんなになんかこう格がいい、うんうん、ね、菅野投手が、まあ、そうですよね、去年は14勝したのかな、はい、なんかね、スクランブルですよね、今年はどっちかっていうと、だから誰をこうリリーフに持ってったり先発に持ってったりとかっていう、まあ、去年も桜井投手なんかそんな感じで使ってたりとか、はい、そのなんか見極めがなんかすごいなというのを感じるんだけど、見極め、うん、この辺は摂津君はどうですか、ピッチャーの使い方、原監督の。そうですね、やっぱり言われた通りだと思うんですよね。やっぱりかなり、そのやっぱり菅野投手がいないっていうのはかなりのダメージだとは思うんですよね、はい、でもそこをカバーできる手腕というか、うん、それはさすがだなとは思いますけどね。いや、この間ノブさん、はい、バッターを途中で、はい、打席の途中で変えたじゃないですか。はい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 、でもあれで勝ったじゃないですか。ピッチャーもあったでしょ。ピッチャーもありましたなんだっけ、ツーマッチ見ちゃうわ、はい、なんかカウントバスターであったでしょ、はい、だからね、あのひらめきは何なんだろうっていうのがあんまり見たことないので、うん、いや、ないですよね。だからなんか想像するにはなんていうの、早く投げさせたいんだけどまだ肩できてないから、うん、たまたま2ストライク何歩かで、はい、あ、できましたって言った時に、はい、じゃあ今行かそうってしたのか、うん、まあ、本当にただのひらめきなのかあそこって節句準備できてるんですか。でも、まあ、選手の立場だったら、うん、多分間に合わなかったのかなっていうのは間に合わなかった、うん、そうだよねと思いますけどね。でもじゃあ偶然間に合ったからあのカウントで行ったってこと、はい、あ、ち
変わるかなと思うんですけど、なかなかどうなんですか。いや、俺もそう思ったんだけど、途中では多分あんまり考えづらいかなと思います。なんか原監督もね、何変えちゃダメなのみたいなね、この選手みたいな感じの会見でね、うまくかわしてる感じでしたけども、あの辺がやっぱジャイアンツの逆に強さ。そうですね、うん、あとまあ中田翔選手がまあいろんなことね、ありましたけども、うん、まあもうすぐ使われていて、うん、もうホームランも打ってる、なんかプラスに働いているんじゃないかっていう空気感らしいんですよ、現場は。いや、そうですね、だからなんかね、いろいろあって、はい、来た時にもう仲間だよっていう感じで多分受け入れ、ね、はい、選手みんなが多分そうしないと多分一人ぼっちになってしまうので、そうですよ、ね、逆に結束力がこう高まるんじゃないか、うん、逆にみんなでね、そのいい環境を作ってあげようっていうことはしてるのかなっていう感じがします、ね、あの中田選手のバッティングがセリーグでも通用するっていう方がまあいるんですけど、うん、節津君はどうですか、対戦もされてみて。いや、十分通用するんじゃないですかね、うん、まだまだ全然いけると思いますし、うんうん、やっぱりね、どちらかというとパッタリーグのピッチャーの方がね、こうパワーピッチャーが多いんですけど、はいはい、セリーグでどちらかというと、まあ、パワーピッチャーも増えてきてはいるんですけど、はい、でも中田選手だったら、まあ、そのパ・リーグを経験してるし、全然こうまだまだ数字は残せるのかなと思いますよね。そうですね、うん、これで星野さん、もし中田選手が打ってジャイアンツ首位になって優勝したら、すごいストーリーになりますね、うん、いや、だからね、僕、ジャイアンツ行って、前、岡本選手、ね、はいはい、4番のね、はい、なんかでも自己犠牲みたいなことをやってるじゃないですか、うん、でもまあまあ、中田選手よりは全然下だけど。そうですね、巨人の4番ってそういうこともするんだっていうので、はい、もし中田選手がまた右打ちとかしだしてつなぎ出したら、逆にホームランも増えるんじゃないかなっていう気がするんですけどね。なるほどね、すごいこう薬なのかなっていう感じはね、僕はそんな気がするんですけど ね、はい、あともう一つ、あの、先日宮本慎也さんもこちらにいらっしゃって喜んでたのが、はい、ヤクルトが強いと。あ、強い。貯金10、0.5 ゲーム差、はい、阪神とまだ 2.5 ゲーム差ですから、うんうん、巨人と 0.5、この強さは星野さん、どこにありますか、ヤクルト。気になりますよ、ね、いや、でもやっぱりピッチャー陣が、うん、やっぱりね、打線はまた、あの、村上選手とかね、うん、まあ、成長してるっていう言い方はちょっとね、失礼なのかもしれないけども、はい、本当にどん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 こう、右肩上がりに調子は毎年上がっていってるのかなっていう、まあ、格がいて、うん、でもやっぱりリリーフ陣がすごく頑張ってるんだよね。後ろですか。後ろ、まあ、先発もそうですけど、ピッチャーがすごく頑張ってるのかなという感じがします ね、あの、節君、オリンピックはもうね、はい、ホークスの選手も出てましたけども、まあ、オリックス、吉田正尚、山本由伸、うん、ヤクルト、山田哲人、村上、うん、でカープの投手陣、結構この3チーム目立ってませんでした。そうですね、うん、特にやっぱりソフトバンクの OB としては、はい、あの、甲斐選手が活躍したのはやっぱり嬉しいものがありますよね、うん、柳田選手も出ていて、まあ、ヤクルトはやっぱり山田、村上が名を馳せたっていうのがオリンピックだったかなと思いますが、野村さんはセリーグ優勝予想どこにしてたんですか。あ、阪神、巨人。阪神、巨人、すごい。与田監督は同級生なんで、3位中日、3位中日、めっちゃ言い訳っぽいでしょ。いや、でも惜しいですよね。で、4位ヤクルト、はい、4位ヤクルト、5位広島、DeNA、 ごめんなさい、 DeNA、 近い状況にありますよね、はい、節君は予想どうしました。いや、やっぱり、阪神巨人でしたね。で、ヤクルトがね、やっぱり予想以上にやっぱり毎年ね、こうやっぱり投手力ってね、課題に上げられてましたから、そう、ね、正直、まあ、予想外だったのはあります。これ、はい、ヤクルトがまだゲーム数が圧倒的に少ないんです。いや、そこなんですね。90試合で他のチームと10試合弱違うんですよね、うんうん、これがまたどう出るかですけど、どう最後出るかですよね。まあ、だから、まあね、6試合全部、例えば阪神だったら6ゲーム使うから、はい、まあ、阪神もでも一応全部勝つと思って戦っとかないと。ですよね、最後まくられたら。そうなるとね、逆転できるんですよ、今のこのゲーム差だとね。あ、そうですね。例えば、まあ、6連勝ってなかなか難しいとは思うんですけども、はいはいはい、うん、それはできますね、うん、そう思って戦っとかないと。6ってでもいけそうな数字ではありますよね。そう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 、ね、もうね、なんか10とかなってくるとちょっとあれと思うけど、うん、6だったらなんとかですね。2カード 3立てですもんね、うん、その感覚なんですね。まあ、全然多分狙えるんじゃないかっていう数字でもありますもんね。なんか、まあ、あと残りカードがどれぐらいね、うん、あるかってすごい怖いですよね。例えば1に直接対決がどれぐらいあるかとかっていうのが、はい、うん、またちょっとポイントになってくるかなと思います。個人的にはね、1964年以来の関西対決の日本シリーズ見たいですけどね、前の東京オリンピックの時に。でもね、ちょっとね、流れ的には、まあ、高校野球を出して申し訳ないんですけど、はい、関西勢が頑張ってるじゃないですか。そうなんですよ、ね、だからなんとなくそういう
年っていう。あ、東京オリンピックの時には野球は関西が熱いっていう。そうそうそう。なるほど。歴史的にもね、なんかそうらしいじゃないですか。なるほど。ぜひ皆さんもコメントいただければと思います。はい、強くなりたい。今よりも上を目指すから大きくなれる。世界で戦うアスリートを目指すみんなの味方、成長期応援サプリメント、セノビル。私たちベルーフは株式会社ジャパンクリエイトグループの一員として、ディベロッパーサポート事業、人材開発、海外事業、店舗展開事業を行っております。ディベロッパーサポート事業では、全国の商業施設や百貨店で食品レジや物販レジに欠かせない人材を提供支援し、専門分野としての強みを生かした接客向上とパフォーマンスを追求しています。今回はディベロッパーサポート事業における教育部門についてご紹介いたします。ベルーフの企業理念では、日本一のおもてなし企業を目指しますということを掲げていて、おもてなし教育に特に力を入れています。何よりも大切なのは、ディベロッパー様やテナント様の理念や行動指針をスタッフが一人一人理解をし、お客様に応対することです。その上で最低限守りたいことや目指すべき目標を一緒に考え、教育プランを立てていきます。接客の実態を知るためにレジ接客調査を行っていますが、店舗の評価だけでなく個人の評価も行っています。一人一人のスキルがアップするので、スタッフのモチベーションも上がり、お客様満足度にもつながります。ベルーフはドイツ語でプロフェッショナルとか転職という意味です。その言葉通り、接客のプロ意識を持って、これからもお客様満足度を追求し続けていきたいと思います。ベルーフではお客様満足度向上のため、お客様目線とスタッフ目線を兼ね備えたトレーナーが研修を行っています。接客の心構えから始まり、おもてなし、笑顔のトレーニングや、お出迎えからお見送りまでの一連の接客スキル指導を行います。これらの研修によって意識が変わり、自分の仕事に誇りを持てるスタッフが増え、スタッフ定着率の向上にもつながっています。ベルーフのレジ接客調査は、レジ接客のプロであるトレーナーが行っています。調査ではベルーフ独自の調査シートを使用し、スタッフ一人一人に焦点を当てたスキルチェックを行います。多くの調査会社は店舗全体の評価表のみですが、ベルーフでは店舗の評価と合わせて個人別の評価も行います。本当に店舗の接客を改善するには、個人に焦点を当てた調査が有効となります。ベルーフは今後も人材の力を介して、日本の優れた企業文化、おもてなしの心を世界に発信するべく、社員一同邁進していきます。